という漢字をココと読ませて日本中に定着させました。キラキラネームという言葉がなかった当時は珍しがられて話題になりましたが、今ではすっかり普通になりました。モデルやバラエティ番組で活躍する土屋アンナさん、2人の男の子がいる彼女、その息子さんたちの名前は スカイという名前はここから流行ったような気がします。海という漢字なのにスカイなのかよとツッコミを入れたくなる名前です。歌手、タレントとして活躍するマルシアさん、俳優の大鶴義丹さんとの間に生まれた娘さんの名前が、日本ではちょっとやばいかもしれないのです。彼女の娘さんの名前は マルシアさんの故郷のブラジルでは別の意味があるのかもしれませんが、日本ではレズビアンの人のことをビアンとも言うようです。お笑いタレント、放送作家として活躍しているダンカンさん、あのビートたけしさん率いるたけし軍団の一員でもあります。大のタイガースファンとしても有名です。そんな彼の3人のお子さんの名前がタイガースすぎるんです。とても直球なお名前です。ロックシンガー、俳優として活躍しているダイヤモンドユカイさん、男性側の不妊治療の経験をするなど世間でも話題になりました。2010年に長女、2011年に双子の男の子が誕生。その双子の男の子たちのお名前が、呼び方だけを聞くと日本人離れした名前に聞こえますが、漢字を見ると割と日本男児な印象です。ヒマラボは今ネットで話題の世界中のニュースをまとめて日々配信しています。チャンネル登録をして最新の動画を受け取ってください。皆様の評価が励みになります。よろしくお願いいたします。